さあ、5戦目です。ここ勝ったらすごいまであるよ。メタルだなぁ。メタルだなぁ。どうしようかな、これ。ついに下克上しに来たってわけね。下克上しに来たってわけだ。合体元が、俺たちに下克上しに来たが。こうなるとキングブラスターの方が都合がいいな。さあ、負けられない一戦だね。メタルの王として、これは負けられない一戦でございます。どうだろう。え、一旦目から切ってくる？何使うんだっけこいつ。ええー、え？ちょっと待って、それ、ちょっと待ってって、それはダメ、それはダメだよ。それはダメさ。それダメさ。すべての攻撃を弾くはダメさ。嘘やろ。嘘だろ。しかもこれさ、痛恨ポンポンポン出たら負けるんだよ。言っとくけど、プラチナキング。メタルモンも結構威力高いから、普通に削り切られて負けるのがなしな。いたわ！こんな食らうの？やばいよ、これ。避けないとダメだね。避けていこう。プラチナキングのね、強みを生かします。プラチナキングの強み。それはね、硬くない。強くない。脆い。うん。アーダンと逆だね。見事にアーダンと逆だ。おー、外してんぞ。怖えー。人を舐めされた。んで、逃げられた。81。威力は大丈夫だな。大丈夫だけど、こっちの HP が大丈夫じゃない、全然。キングブラスター、いけ！これで、そこそこダメージ出る。あー、でもこんなもんか。こんなもんなんだね。ちょっと待って、普通に削り切られちゃうよ、このままじゃ。やばいって。奇跡の逆転を狙う。きつい。大丈夫か、プラチナキング、いけるか。お、でもここで動いたんか、すごくないか。ここで当てて、全員当てて、グランドネビラとかして、それでうまいこといけるかも。オッケー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 、このターン耐えよう。あー、天罰命中100、命中100。避けないとダメ。避けろ。よし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 、メタルボム来るぞ。備えろ、衝撃に備えろ。避けろ、避けれる。あー、わー、大丈夫、耐える耐える耐える、まだ耐える、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 圏内に入ってる。うー、大丈夫、ネビラがある、大丈夫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 、いける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 、でもまあ、まあ B 有利じゃない？ちょっと有利なとこ感あるけどな。今さ、俺もびっくりしてんのよ。一戦も勝てないと思ってたプラチナキングは、折り返し地点を過ぎようとしてるんですよ。これはもう楽しみですよ、ここまで来たら。どこまでやってくれるのか。ただなー、これ HP 高えな、2857って。とりあえずキングブラスターでいいね。メタルドラゴンもいるし。だいぶダメージが出ると思うよ。いけ！いいねー！ 301、329。いてつく風が怖い。骨の雨。普通に削り切られる可能性もあるんだよな。いてー。あ、こいつ乗られてる。よし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 。そんなもんつけてっからだ。物理、あのね、結局のところプラチナキングって何が一番怖いって痛恨なのよな。オッケー、外した。オッケー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 、いいよ。オッケー、プラチナキング、そのまま行こう。ラリホーは効かないでしょ。メタル系にラリホーが効いてたらね、原作崩壊ですよ。はい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 。まあよく、まあブレス効くんですけどね、この作品。キングマスター、いけ。
いいねー、これ削り切り狙えるね。骨の雨で来る分には大丈夫。いてつく風の方がまずい。プラチナキング暗黒弱点なんで、いてつく風で弱点取られます。なんで、ダメージ、ちょっときついのある。やめてやめて。もう、プラシーブ効果で通行出やすそう。お、危ない、外したいけるぞ、いけるぞ、プラチナキング。まだまだいけるぞ、プラチナキング。何使ってくるか大事だぞ。王者のマントです。それは大丈夫。危ない危ない危ない。怖い怖い。なんか来た瞬間ドラゴンオーブかと思ったわ。あまりにマイナーなカードすぎて忘れたわ。満ちてゆくー、いいねー、これ勝ったんじゃないの、これ勝ったまであるよ。ここから負ける戦のはないでしょ、むしろ。次ドラゴン蹴りで勝ち。おー、怖い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 。怖い。骨の雨ね。まあまあまあね。ここで痛恨でなければ大丈夫。ああ、よし。おい、マジでこいつあるんじゃねえか。マジであるんじゃねえかな。じゃあ、ドラゴン切りして終わりでーす。対戦ありがとうございました。やばい、プラチナキングでこんなに勝ってる。え、一体お前どこまで行くんだ、今回の収録で。え、予想だにしてない。7戦目、折り返しを継ぎ、なんと7戦目までやってまいりました。あ、きつい、あー、きつい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 、きつい、勇気ためられるパターンだ。やばいな、これ、これきついな、このパターンきついね。ドラキーに全てがかかってると言っても過言ではない。勇気ためられて負ける可能性は大いにある。CPU 特有の補正もあって、勇気がたまる速度は速いし、なんだったら通行も怖いし、やばいな、それは。このチームやばい。3ターンで仕留めないとダメなチームだ。プラチナキングに3ターンで仕留める力があるかって言ったらないからな、どっちかといえば。で、なんだったら削り切られるまであるからな。痛いなぁ、これ。やばいぞ、これ。普通にやばい。いや、避けないとダメだ。普通に避けていかないとダメだ。ポンポンポンで避けてってくれ。頼む。痛い。いや、そんな痛い痛いじゃダメなんだよ。でも、ここまで来てるよ。駒のように回転させる。いけ、プラチナ勝った、せーの、よし、ドラキーに当て続けないとダメだね、プラチナカッターを。プラチナカッターをドラキーにコンスタントに当ててって、3ターン以内に始末しないと、とどめる時期がやってくる。それか、回避ポンポンポンして、相手の勇気をギリギリ試させないようにするか。チョンバ、ちょっと嫌だな。あー、シャズしてんぞ。大事大事。向こうも回避率結構あるからなぁ。やだなぁ。あー、そうなんだよなぁ。ドラキー 20% だからなぁ、お前。お前 20% だもんな、回避率。こっちはそれを上回る 25% の回避率なんだけどなぁ、まあ一応。よし。ちょっとミスってほしい。ちょっとミス欲しいな。あー、来るか。あー、やばい。きつい。うー、きつい。ネビュラ、ネビュラ撃って、このターンに仕留めてほしい。もうこのターンに仕留めてくれ。頼むわ。よし。いけるよ。圏内入ってる。ちょっと待って。その前に削り切れるかも。やばい。避けろ。よし。プラチナカッター、いけ、回転させる、プラチナカッター、いけるぞ、集中しろ、プラチナキング、集中や、いけ、よーし。嘘やろ。8戦目です。
あと3勝で10連勝です。おおはで、あー終わった、きつい終わった、終わったわ、もう無理だわ、もう無理だよ、無理だよ、無理だ、お派手だ。勝ち筋は一応ないわけじゃないんだけど、大目玉にプラチナカッターを当て続ける。デスゴーゴンとかに行っちゃダメってことになる。ハグルメタルはまず逃げ出すだろうしね。まあ、そもそもハグルメタルに攻撃は行かない説まであるけど、ちょっと勘弁してほしいところだなぁ。やあああああ、恐れていたことが、今現実に、ええ、ちょっと待って、アストロもされたよ、やばいってこれ、やばくね、8戦目にして負けちゃうのか。だってもう2体逃走成功されてるよ。デスゴーゴーしか狙うとこないよ、お前。いけるか？あーやばいな、もう。でもすごい頑張ってんだよ、お前。今すごい輝いて見える。プラチナキングが輝いて見える。頑張って。今ね、プラチナキングね、あの、当時使ってた少年たちがね、今ね、応援してる。これはすごい。今ね、快挙なそうとしてる、今。快挙をなそうとしてるぞ、本当に。怒りの魔人なんか目じゃないぞ、今。本当にお前今。ここまで行ってんのはびっくりしてるってみんな。え？ここまで行ってんの？ってなってる。おー！いけるかもしれん。駒のように、回転させる！プラチナ勝ったー！いけ！あー、ダメか！まあまあでも、いい、全然いい、全然いい。あー、やばいな、きついな。やばい、めっちゃ緊張してきた。いけるかもしれんよ、本当に。あー、痛い！これ、ちょっと待って、これし、いや、まだしてない。避けろ！これ、通行勝ったら終わっちゃう。避けろ、あー、危ない。これさ、ネビュラで勝てねえ。ネビュラ。え？え？は？え？あ、え？あ、プラチナキングがゴロキンさ、主人公だったらどうなるのか気になりますよ。弱いわ。ちょ、弱ないか、お前。いくらなんでも弱いと思うんだけど。よっしゃ、先生！いつもすり負けてんだわ。おお、いいね。硬くない、強くない。もう、いけー！おーし！なんで勝ったの？なんで勝てた？今。ちょっと待って、これ、なんか。え、ちょっと待って。恐れていた事態が起こったー。